内装見ていきます、運転席ドアトリムからです。トリム周り特に気になるところはないですね。で、スカフプレート周りも綺麗な感じですね。こんな感じです。でシートはですね、純正オプションの革シートになってますね。で、まあここ多少劣化はしてるんですけどね、まあ結構ね綺麗な方だと思いますよ、この状態は。ただここちょっとクッションが潰れかけてるかな、こんな感じですね。でまあ革の弾力性もまだあります。助手席側こっちなんかね結構綺麗ですね、こんな感じです。でステアリングは純正で、擦れとかもなくて、ツヤもあって、綺麗ですね。でダッシュボード上、特に気になるような乗り跡とかは見当たらない感じですね。こんな感じです。で、ETC がここについてますね。オーディオは純正のカセットデッキで、シフトブーツ周り特に気になるところはないですね。ここも色あせ、ハゲもほとんどしてない感じです。こんな感じですね。室内はですね、若干タバコの匂いしますね。よいしょ。ちょっとエンジンかけてみましょう。まあ、かかりは全然スムーズですね。駆け上がりの方も特に問題ないかなといった感じです。はい。ではトランク見てみます。お、なるほど、この蓋がないんですね。こんな感じになってます。で、助手席側ドアトリム周り綺麗ですね。で、スカフプレートの方も綺麗な感じ。助手席側ほとんど多分使ってなかったのかなっていう感じですかね。かなり綺麗ですね。はい、以上 S2000 の内装でした。